木材、プラスチック複合材、木材、プラスチック複合材は木とプラスチックを原料とする複合材料。木粉と熱化素性プラスチックを原料とするウッド、プラスチックコンポジッツ、木材を破砕せず、銅管にプラスチック樹脂を注入、充填し硬化させたウッドプラスチックコンビネーションがある。また、米国では合板を機材とするビニールタイルも WPC と呼ばれることがある。 ここでは前者について述べる。杉の間伐材や工場廃材などの木粉と樹脂等を混ぜ合わせて製造した複合材料である。建材、日用品、文具などのプラスチックの代替材料として利用される。石油化学の発展に伴い、木材とプラスチックの複合化技術の再開発がヨーロッパで始まり、1990年には米国で事業化に成功した。さらに、 日本ではリサイクル材料を主原料とする木材、プラスチック再生副合材が2000年頃から公共事業などに多く採用されるようになった。これに伴い、日本では2006年には木材、プラスチック再生副合材の製品規格である JIS A5741 木材、プラスチック再生副合材が制定され、さらに2010年にはその耐久性試験方法の 企画である、j s A1456 木材、プラスチック再生複合材の耐久性試験方法が制定されている。木材、プラスチック複合材には、塩化ビニル系、ポリプロピレン系、ポリエチレン系、ポリニュー酸系がある。ありがとうございます。